大人のための英文法7回後半です。で、今回は現在完了周辺をやってるんだけども、まあ現在完了は have プラス過去分詞なんだけども、 be プラス過去分詞で現在完了として使っちゃってることがあるというのは見かけた時に要注意っていうことですね。で、 be プラス過去分詞っていうのは現在完了で使われることもあり、まあ、受動態、これまた今度やりますけども、受動態で使われることもあるが、絶対受動態と決めてると、えっと思うことがあるよっていう話だ。まあ、そもそもこんなことが生じたのはなぜって言われたら、もともとは現在完了って、実は他動詞の場合は have プラス過去分詞、自動詞の場合は be プラス過去分詞だったんだ。それがまあ15世紀くらいか、そのあたりで、どっちも have にしようよという話になったという経緯があるんだな。で、それはまあイギリスでの経緯であって、そうじゃないところでは、同調しなかったりするわけだ。例えばアイルランドってゲール語がもともとなんだけど、現在完了形っていう形がないわけだね。で、まあそこで、英語を使うようにはなっているんだが、まあそのままこう B 過去分詞が残ったと、こういう感じで。で、アイルランドの英語っていうのは、まあアメリカに移民して、まあ東部の西部の方に流れていってるんで、まあそれなりにまあアメリカ英語に対して影響力があったりするわけだね。まあそういうわけで、アメリカ英語でも、まあ、B プラス過去分詞で現在完了っていうのは実は意外に見かける。ただ意外に見かけると言いながらも、まあ、動詞は go と finish、 もしくは do っていうのは done って使った場合、終わったってイメージが出るからね、が圧倒的に多いです。が、それ以外で見かけた時もそういうことがあったな程度には反応できるようにしましょうとっていう話だ。で、he's gone with that suitcase。 あのスーツケースを持って彼は行っちゃったよ。で、he has gone も同じことです。ただどっちも使える場合、あえて違いを見出すならば、こっちの方が彼が今スーツケースを持ってんだっていう今の彼の状態の側に意識があるけども、こっち下側だったら彼は行っちゃった、いや今もういないんだよっていう感じの側に視点があると言われてはいます。私は実は分かってないです。まあどっちも同じように使う、でこっちの方がより状態に意識があると、まあ物の方には書かれていて、そうだなと言われてみればそう思うんだが、それほど違いを感じたことはないです。多分同じで思ってて問題ないと思う。その点は have と have got とはだいぶ違うんじゃないかなと思う。で、 he's done or he's finished his test、 試験を終えた。で、実際実はね、 he が主語の場合、いつでも has でも省略形ではずって言っちゃうじゃないですか。なんかまあほとんど違いを感じられていないと思うよ。で、 are you finished、 これはよく聞く。状況次第では仕事終わった、これ飲みに行こうぜみたいな勢いで仕事終わった、これもし受動態だと思ったら会話できなくなっちゃうよ。あなたは終えられましたか、ええ俺終わったのみたいな、わけわかんなくなっちゃうよ。俺が終わったのかっていう感じになっちゃうね。あるいはレストランでは、サーブの人は are you finished、 もしくは finished って聞いてくれるわけだけども、それは食べ終わりましたかっていう話だ。これはもう日常的によく見かけるから、 finished って言われた時これだなというふうに思ってくださいね。で、まあこの形を使った、ヘミングウェイの文章、ヘミングウェイはこういう文章を作ってます。It was cold、 寒い日だった。 And I tied my other shoe、 で、もう片方の shoe って靴ね、もう片方の靴の紐を縛り。 And was finished dressing、 身支度は終わった、身支度を整えた、ね、Was finished dressing はこの場合 had finished dressing、 身支度を整えた、そういう感じになるんでしょうね。というように、B プラス過去分詞で完了のように使われることがある。これは念頭に置いときたいし、積極的に使わなくていいけども、パッと聞かれたとき、目にしたときには、あ、あったな、
とかね、こういうの聞かれた時には、Have you finished? のことだなって思えるような程度には頭に入れておきたいということですね。次に、まあこの完了とかと一緒によくエヴァを見かけるんだけど、このエヴァっていう副詞は時間を表す場合結構鬱陶しいみたいなんで、なぜかというと訳したらこれまでにってなったり、ずっとってなったり、仮にってなったり、いろんな日本語が出てくるんだね。だからぐちゃぐちゃに見えるし多義語に見えてしまうんだが、英語で言うと at any time だ。で、never っていうのはこれに n がくっついてるだけだから not がくっつくだけなのね。だから not any っていうのは実は no のことだから at no time だ。でも never で混乱することはあんまりないと思う。決してない。どんな時もない。問題は ever だ。at any time。これを念頭に置いときたい。そうすると、Have you ever tried Mexican food? メキシコ料理を食べたことありますか？トライしたことありますか？っていうのは、現在完了だから、過去から今までの間の経験を聞いてるから、at any time。どの時であってもいいわけだね。だから、これまでに。ここから、過去から今までの間の何らかの時にやったことある？これまでに。だから、ever自体にこれまでにっていう意味があるわけではないんだ。現在完了側にこれまでのニュアンスが入ってるわけだ。I've never told a lie. 嘘をついたことはない。まあ、これが最大の嘘だが、どんな時もついたことはない。at no time だ。次は、If you ever come to Japan, never fail to visit us. If you ever. これは条件の中の any。条件ね。の中の any っていうのは仮に何らかの。仮に何らかのっていう意味なんだね。だから仮に何らかの時に来たら来ることがあればっていうことだから、いつか来ることがあれば。never fail と必ず訪問してくださいね。こうなる。で、He has lived in Kyoto ever since his parents died. 今度は、彼の両親が死んだ。その時からずっと京都にいる。住んでる。なんでずっとかというと、at any time だから。両親が死にました。その後、at any time。肯定文中の any はどんな何々でもだ。どんな時でも京都に住んでる。だからずっと。だから ever since は、何々以来ずっとってなるけども、at any time、肯定文中の any はどんな何々でも、どんな時でも、いつでも、っていうふうに展開できるよね。で、最後に、This is the best one ever. これは、これまでに最高のワインだ。という言い方をしていますけど、これは基本的には、最上級形容詞、名詞 ever、これまで。最強、これまで、最上、こうやって使うんだけども、この場合は、I have ever tasted. 何らかの時にテイストしたことがある中で最高。こういう感じなんだ。これがまあ、ever 単独になっているというふうに考えてくれればいいだろうというふうに思います。ここまでいいかな。じゃあ、もう一つだけやっておきましょう。現在完了形を使うべきところを過去形で言っちゃうことがあると。これもやだなと思うかもしれないけども、やっぱりそもそもアイルランドにはゲール語、現在完了形ないからね。なかったんで、まあ、現在完了なんてめんどくせえ形を使わないで、意味が同じことが伝わるなら過去形でいいじゃん。っていうのがあり、それがまあ、アメリカ、英語に影響を与え、で、まあ、その結果、現在完了を使った方がいいんじゃないっていうところも、過去形を使っちゃうことがある。ただ、現在完了を使う場合と、過去形を使う場合で、明らかに違う。つまり、視点が今なのか、視点が今から離れているのか。そういう時に過去形を使うことは基本的にないです。まず、誤解が生じない場合です。で、I've just returned from London.
ロンドンから帰ってきたばかりだ。これジャストがある場合、たった今っていう感じだから、過去を使ったからといって遠い昔、今とは関係ないっていうふうに見えないよね。だから近い完了の場合、現在完了っていうのは現在がここにあったらここで完了した、でジャストがついてる場合はもうこれハブがなくても同じように見えるだろうと、ということで過去形を使っちゃうこともある。あるいは He has lost interest in his business。 彼は自分の仕事に対して、ビジネスに対して関心を失ってしまった、まあ、現在完了だとある時に失った、今はもう関心のない状態だよね、これ今ね、で失った今の状態、こうなるが、まあ失っちゃったって言って、まあ取り返したならば何か書くだろうから、ほったらかしてもそのままに見えんじゃねっていうような話だよね、これは。だからこの場合はハズを飛ばしてしまうということが起きてしまうこともある。そんなに誤解が起きない場合に限る。で、I have never seen such beautiful birds。 こんな美しい鳥を見たことがない。まあケツァール、まあコスタリカにいますが、まああれは美しいです。で、見たことがない、これはこれまでの経験だね。現在完了っていうのは近くや完了といい、ちょっと遠かったら結果と呼び、断続的だったら経験と呼び、まあずっと続いてるんだったらとりあえず状態続いてるなら継続と呼ぶというだけの話で、同じ見方だからね。で、これまでに、で、never があれば、これまでにどの時も見なかったって言ったら、まあここからこっち側を全部見てると思えるよね。だからこの never なんか使った時に過去形で代用しちゃうっていうのはアメリカ英語ではかなり頻繁に見かけますが、まあ大して意味の違いは生じないわけだね。こういうように大きく意味の生じない場合、過去形を使っちゃう場合があるよ。まあ君たちは現在完了形使えばいいと思うんだけど、使うべき時には、でもそういう過去形を見た時にはこういうつもりねっていうふうに今と切り離されてるというよりは、あ、こういうつもりねと判断できる程度にはしておきたいよっていうふうに考えてくれればいいです。というわけで今回は現在完了周辺を、まあ根幹はねもう済んでますから周辺を洗っていきました。最後に現在完了形を使った名言を一つ紹介して終わりましょう。これはエイブラハム・リンカーン、まあ、第16代アメリカ合衆国大統領です。 I'm not concerned that you have fallen。 あなたが倒れてしまったことに関心はない。で、ここで現在完了を使っているのはこけちゃった、倒れちゃった、で、もちろん今も倒れているままであることだ、ね、で、そうではなく、これはバットがないけどノットバットと同じで、そうではなく I'm concerned that you arise。 あなたが立ち上がることに関心があるのだ。失敗して倒れてしまったままでいることには私は知らんと、ぐちぐちと泣き言ってても知らんと、嘆いていても知らんと、でもあなたが立ち上がるならばそこに私は見守ろうと、関心があるよ、それを見守るよ、立ち上がる姿を見せてくれ、まあそういう形の話だよね、まあ、とてもまあ、彼の時代には響いたんじゃないかなと。もしかしたら今でも Have fallen しちゃってる人には響くのかもしれないな。そこじゃないんだよと、立ち上がるところ、そこを見守りたいっていう話だよね、まあ、それはとてもこう場合によって響く言葉かもしれないが、ここ現在完了で、ここが現在形、現在単純形使われている。なるほどな。と思って味わってください。というわけで今回ここまでです。See you. Bye bye.